Welcome back to my channel. 皆さんこんにちは。ライフスタイルクリエイターモデルのミラエリナです。Yeah, welcome back to my channel だけど、welcome to my home! ついにルームツアーをする日がやってきました。私はね、多分もう、何回引っ越してんのこの人って多分思われてるかもしれないんですけど、Yes, that's true. 今回もニューホーム。で、ちょうどここに引っ越してからは多分、そうね、スペインから帰ってきて、一時期はマンスリーマンションに、家具付きのところに暮らしていて、で、その間ずっと部屋探しをしていて、で、引っ越して、だから2ヶ月目くらいかな。うん。で、やっと今、家具とかがちょっとね、落ち着いてきたりとか、まあ、生活が安定してきたから、ちょっとみんなにもうちょっと、安心して、じゃないけど、もうちょっと納得して見せられるものはあるかなっていう感じだから、あんまりイントロを長くしたくないから簡単に言うと、もうルームツアーということで、私が部屋作りをするにあたって、ちょっとこだわってるポイントだったりとか、ちょっといろんな、もうとにかく、ルームについてのいろいろな考えとインスピレーションを、みんなにちょっとシェアしたいなと思うので、何か少しでもね参考になるものがあったりとか、気分転換に見てくれたら嬉しいです。じゃあ Let's get started。 はい、ようこそ、 Welcome、 Come on。 はい、ということで、はい、じゃあまずはじめはベッドですね。ベッドは、正直言うと前と全く同じベッドで、下に収納の引き出しがついてるので、洋服とかをしまえてすごく便利な、これはどこ？ IKEA のベッドだったかな。はい、これは私がスペイン今回行った時にバレンシアの市場でね、そう売ってて、もうすごい可愛くて、こういういろんな種類の、なんだろう、これスカーフなんだけど、実際にある絵をこう、何ていうの、スカーフにしてあったのね。そうだから、なんだ、洋服としても使えるけどインテリアとしても使えるから、これはお守りとしてすごい眺めが大好きで、私はそう絵をねやっぱり飾っておくっていうのがすごく部屋の中では大切にしてる。あとこれは前のうちからもあるけど、お気に入りの鳥、カモメかな、カモメの、金の置物、インテリアですね。Yes。 で、あとベッドのあれで大切にしていることは、まあマットレスはね、もう前のどこかの動画でも話したけど、多分モーニングルーティーだったかな、覚えてないな。今はコアラマットレスっていうマットレスを使っていて、正直すっごく心地がいいね。前暮らしてたマンスリーマンションからこっち来た時に、オーマイグンネスと思った。本当にマットレスって大事だから、そう、それはね、本当に思った。で、あとは年中変わらないのは、やっぱり私はすごいコージーなものが好き。なんかコージーっていうのは日本語で簡単に言うと、あったかい、こうぬくもり、なんかわかる、このぬくもりって感じ。そうだから夏とかでもずっとこういうブランケットとかこのクッションとかもあって、そうなんか、そうなの、あったかい気持ちになれるものがとにかく大好きだから、そうだからね、ベッドに関してはそんな感じ。このベッドサイドのこの引き出しはね、なんか細かいものとか、なんか下着とか多分そういうのが入ってるんだけど、ここはもう見てわかるように、こうクリスタル、もうなんだろう、神聖なエネルギーにしたいのね、やっぱりベッドサイドだから。だから私にとってのお守りとか、まあ、そのクリスタル、なんかいいエネルギーのものを揃えるっていうイメージかな。そうだから大切にね、本当にお守り、宝物として置いてます。で、心の中にもお守りがいっぱい入ってる、実は。で、あと例えばだけど、そうなんかね、部屋の中でもう一つ私が大切にしてること、やっぱり香り。今すごく、なんでか分かんないけど、前はそこまで気にならなかったんだけど、今はすごい、そのとにかく香り、いい香りが漂っててほしいっていう気持ちが多くてね。だからこれもいただいたものなんだけどね、イーソープのフレグランスっていうのかな、ルームフレグランスみたいのを結構ね、こんな感じでベッドにシュッシュッシュッってやって、だいたい家を出るときにシュッシュッシュッってやるようにしてる。そうすれば誰かがね、もしも予想外に来たときに、友達とかが来たときに、ほら、いい香りがちょっとしてくれてる方がいいじゃない。だからそんな感じで、あとこのアロマオイルもすごく大好き。ニアウリっていうんだけど、
そう、これもあのこれはね、私の場合はあのアロマインフューザーに、後で見せるアロマインフューザーにやって部屋中に漂わせることもあるんだけど、あとはこの枕にこうやってポンポンってやるとすっごいいい香りがするのね。なんかリラックスしてすっきりする。うん、でこれはねすごい抗菌作用だったかな、そうもあるあのオイルだから、うん、すごくねあの好き、イエス。あとここはアクセサリーが入ってるんだけど、ちょっと今ねあの正直言うとあんまり綺麗になってない、ごめんねあんまり綺麗になってないんだけど、そうあのちっちゃいアクセサリーを入れてるボックスでございます。ここはちょっとチラ見せね、チラ見せで見えるかな。こんな感じで鏡と、これはみんなの一人からいただいたキャンドルと、ここにはね、ちょっとした本、ちっちゃい本棚があります。うん。今読み途中の本たちが入ってる本を置いてる。Let's go next。ここはデスクワークエリア、ワークエリア。うん。だから、何かお仕事だったりとか、トゥードゥーリスト書いたりとか、あとまあソウルノートは確かにここで書いたりするんだけど、例えば食事をしたりは絶対にこのテーブルではしないって決めてるのね。だから、何かに集中したい時とか、とにかく仕事モードに切り替えたい時はこの椅子に座って、こう真剣に書いたりとか、ワークしたりとか、するって感じかな。そうそうそう。で、例えばここには結構ちょっと一回開けるね。こんな感じで書類とかファイルとかがいっぱい入ってて、で、これはごめんね、ゴミに見えるんだけど、そうなの。なんて言ったらいいの、古紙っていうのかな。紙の処分の日のために、紙は全部ここに捨ててるんだけど、ここにある書類とかこういうファイルとかも、だいたい半年に一回は全部出して、もう一回こう見直しして、いらないもの、いるもの、あ、これ忘れてたとかさ、そういうのあるから、そういう整理するような感じにしてる。で、あと、ここもすごく私が気に入ってるエリアなんだけど、アロマインフューザーがあって、これはね、ちょっとのお水と、あとアロマ、なんかこういったようなアロマとかをこう垂らして、で、ろうそく。私はあの植物性のキャンドルを使ってるんだけど、そう、そしたらすごいいい香りがね、部屋中に漂う感じ。で、これも、なんか前も言った気がするな、これ前も紹介した気がする。オーストラリアの友達のお母さんがアーティストなんだけど、その彼女が、なんだろうな、ペイントした絵がプリントアウトされたろうそく。そう。もうこれがね、本当にいい香りなのね。だからずっともったいなくて使ってなかったの。でもさすがにやっぱり使わない方がもったいないと思って、使い始めてね、今半分くらいなんだけどね、もう本当にいい香りだから、ちょっとね、なんか、そう今また続き使うのが怖い感じで一応置いてる感じで、ここもまたこの子何だったっけな、パキラだったかな、違うね、ちょっとこの子の名前忘れたんだけど、本来の名前ちょっと植物の名前を紹介するの忘れちゃうから先にしよう。まずじゃあこの子ね、この子ちなみにこの植物たちの名前はつけようと思ったんじゃなくて、そういえば名前がないのってちょっとかわいそうだなと思って、なんかパッて思いついた、浮かんできた名前をつけたって感じだから、必ずしも私が好きな名前ではないのに、その植物を見た時にパッてこう来た、一番しっくりきたものなんだけど、ちょっと前置きが長くてごめんね。ということでこの子はクリスティーヌそう、クリスティーヌです。そう、よくね、こうやっておはようって言って話したりとかしてる。うん。で、この右側のね、奥の子がベイヤ。で、手前の子がバイオレット。バイオレット。そう。で、この子がエリザベス。うん。で、この子がトゥリア。トゥリアってちなみにね、バレンシアの、私がスペインで暮らしてたバレンシアの、川の名前なんだけど、なんかわかんないけど、トゥリアって降りてきたから、ぴったりと思って。そうそうそう。あとちゃーん、サファーです。
なんか私はソファーを買うつもりは正直一人暮らしでは一回も考えたことなかったの。やっぱりスペースをすごく取るし、一人暮らしって狭い空間じゃない？だからなるべくもう広く広くっていう頭であったから、まさかソファーなんてと思ってたし、なんか必要ないと思ってたんだけど、今回ねスペインで9ヶ月間一人で暮らしてみた時に、まあ、もちろん私が借りてたお家にもソファーが、すっごい大きいソファーがあったし、まあ、誰のお家に行っても必ずソファーがある、それは一人暮らしでも二人暮らしでもファミリーだったとしても。でなんかそこですごく感じたのが、なんかそのソファーってただのインテリアとか、その座るためっていうね、まあ、もちろん座るためにある、もちろんそうなんだけど、なんかそのデスクに座ってる時とか、もしくは食卓のテーブルがあったらその食卓のテーブルに座るとか、ベッドに座るとかとまた違って、そのソファーに座ってる時のに作られる空間というか、そのソファーが出してくれてるそのリラックスエナジーみたいなものがあって、なんだろう、なんかすごくソファーって大事だなって思ったの。なんか今話してて思ったけど、まるで今ソファーのなんか通販でもやってるように見えるけど、今日の動画で話してるもの一つも何あれ、スポンサーもなければ PR でもないからね。そう、ただ本当にすごくねそう感じて、だからそう今回の日本での一人暮らしはちょっとソファーありにしたいなって初めて思って、思い切ってね、もったいないもったいないってずっと思ってたけど買いました。でもう本当に買ってよかったってすごく心から思ってる。やっぱりほら友達とか来た時にさ、こうやって座ってこっちに座ってこう話したりとかで、これはねこれ箱になってるんだけど、中にアイロンとかなんかそういろいろ入ってるんだけど、これをこうやって置いて、でここなんかティーテーブルみたいな感じでさ、こうお茶しながらしたりもできるから、なんかすごくね私は今日本にいるんだけどスペインにいる時みたいな感覚をちょっと思い出せる感じ。はい、キッチンはもう見ての通りなんだけど、今回もね前のお家みたいにすごくね不思議、なんかこのオープンキッチンってなかなかないのにね、すごいありがたい物件を見つけられて、でこれはここをこうやって上げると、実はコンロなのねここ。そう、今ちょっと外してるんだけど、だから私の中でもね物件探す時にすごいこだわってたポイントが、やっぱりコンロがあること、ガスコンロね、なんだ電気 IT じゃなくて、あれなんて言ったらいい、なんていう名前だったっけ、日本語っていうか、なんだっけ、ね、電気のやつはちょっと、もう良くないなって自分でも料理しててすごく感じてたし、味もやっぱり変わるし、まあいろいろね健康への影響っていうのがちょっと、まあガスと全く違うから、そう、もうガスコンロ二口っていうのはもう本当に外せない条件だったのね。だからね見つけられて本当にすごい感謝してるそうで、あと、まあ、キッチンの中で大切にしてるポイントっていうのは、もうなるべく物を置かない、綺麗にすること、シンプルにね、さっきのデスクワークのエリアと同じなんだけど、何かこうなんだろうな、そこでなんだろう、例えばデスクワークの時はじゃあ紙を広げるとか、パソコンでノート書いてなんだかんだってさ、いろいろまたごちゃごちゃするじゃない。だからその時のためにもうシンプルに、集中できるようにもなるべくシンプルに物は必要最低限しか置かないっていうことで、あとそうこれね、もうこれ今日ねちょうどみんな知ってるかな、多分知ってる方と知らない方いると思うんだけど、私にとって本当に血のつながっていないけどおじいちゃんみたいな存在の針の先生、本当に命救われた先生がいるんだけどね、その先生の、実は今日針をね朝久しぶりに受けに行って、でそしたらこれね私が何歳だったかな、22歳の誕生日の時からずっとあなたにはね銀のバラを描く、銀のバラを描くからってアーティストでもあるんだけど先生はそう言ってくれてて、でもねやっぱり体調とかもすごく波があるから、なかなか描けなくて、まだ描けないんだまだ描けないんだって言って、でも今日行ったらもう会ってすごいもうびっくりして、そう正直泣きそうになっちゃって、もう先生今日私ちょうどルームツアー撮るんですよって言ってね、すごいタイミングだったから早速キッチンに
飾った、はい、ではね、いよいよラストになるんだけど、あ、待って、細かいものまだちょっとあるから最後見せるけど、はい、これはもうアートインスピレーション、ディヴァインエネルギースペースわけわかんない名前つけたけど今。そう、これはもう簡単に言うと、あの、私が、あの、特に今はね、アファメーションアートカードっていうものを作ってるんですけど、もしもね、ちょっと、え、何のことっていう方いたら、あの、インスタグラム見てくださったり、もしかしたら概要欄に載せてるかもしれないけど、今そう、アファメーションアートカードっていうものを、プラスラブのね、オンラインブランドショップの方で定期的に更新しているので、そのアートだったりとか、アファメーションを書いたりとかするためのエリア、そう、だからここはもう、なんだろうな、さっきのデスクワークのところとちょっと違って、もうインスピレーションを下ろす、もうリラックス、まあ、これは偽物のね、ろうそく、兄の優がくれたろうそくなんだけど、あの、実際に本物のろうそくをね、結構ポン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 ってここに置いたりとか、アロマ焚いたりとか、あと、まあ、普段ね、家の中では森の音楽をかけたりしてるんだけど、森とかそういったリラックス BGM、とかをつけて、もう瞑想だよね、瞑想する感じのエネルギーに浸りながら、そう、絵を描いたりとかする、私のもう多分すごい大好きな、一番って今言おうとしたのに、一番大好きな空間、ちょっと選べない、ソファーのエリアも大好き、ソファーとここがもしかして私の中では一番このちっちゃなお部屋の中では好きな空間かもしれない、これはね、月のね、サイクルのポスター、アートポスターなんだけど、私が一番尊敬する、もう一番大好きな、一生私にとってのこう、なんだろうな、尊敬する、リスペクトしてる、インスピレーションを受けた、そう、子がいてね、オーストラリアにアニタラソバって言うんだけど、彼女のアートで、私が一番最初に買ったもの、2018年かな、7年かな、そうそうそう、っていう感じになるけど、どうだったかしらはい、で、私のね、この部屋作りのポイントというか、こだわりをもう一言でまとめるとすると、一言でまとめられないんだけど、一番大切にしていることっていうのは、まあ、とにかくヒーリングスポットのようにしたかった。そうで、特に今回のお家っていうのは、その思いが今までで一番強くって、なんかこれからね、日本でやりたいこともいっぱいあるし、なんかインスピレーションとかのね、そのフローもすごく大切にして生活をしたかった。だからそのためには、やっぱり自分の心と体が一番心地よくこうリラックスして、家に帰ってくる場所じゃない、やっぱり家っていうのはね、私一番多くの時間を過ごす場所だし、何しろ寝る時間をね、取る場所だから、なんか自分もそうだけど、お友達がね、来た時、誰が来た時も、あ、なんか落ち着くって思ってくれるような空間にしたいなって思って、とにかく植物とかもこういっぱい、まあまだね、これはいっぱいある方とは言えない数かもしれないけど、なるべく植物もたくさん置いて、その緑のね、緑、こう目が疲れたと思ったら、こう緑を見たりとか、その緑から出てるエネルギーとかさ、波動とか、マイナスイオンとかもあるわけだから、あとコージーね、とにかくコージーコージーソファーもそうだし、ベッドもそうだし、何でもかんでもとにかくコージーな、そう、バイブスを入れられるようにできたら、もうそれだけで最高なお家になるんじゃないかなって思いますはい、ということで、とっても長くなっちゃった、何分になってるかわかんないけど、ちょっとでも何かインスピレーションになったり、楽しくツアーに参加してくれてたら嬉しいです。じゃあ、もしもまたなんか抜けてることとかもね、多分ね、後から絶対出てくると思うの。だから、もしそういうのがあったら、ぜひ皆さんコメント欄で教えてください。Thank you so much for watching and see you next time. Bye!